花垂れアッサージ毎日乗ってる車飛び、yeah、ジマディバの花垂れアッサージとは、アッサージとは釈迦の弟子の一人です。釈迦が悟りを開いて最初に教えを説いた5人の弟子、通称五比丘の一人です。手塚治虫が描くアッサージ、手塚治虫作のブッダは釈迦の生涯とその教えを描いた漫画です。仏教の基本的な教えを深く掘り下げ、手塚治虫独自の解釈とユーモラスなタッチを加えています。この作品で手塚治虫はアッサジを仏伝とは別のキャラクターとして描いています。アッサジはいつも鼻水を垂らした子供で、未来を予知する能力を持っています。予知能力から自身の寿命や死に様も悟りますが、死に対して何も抗わない彼の考え方は釈迦に大きな影響を与えました。ジマディバは手塚作品のアッサジのキャラクターと自身を重ねて花垂れアッサジと表現しています。アッサジの名前や思想はジマディバの楽曲の随所に出てきます。アッサジみたいに放たれてんだ、マイクの代わりにもどうかなフェンダー、死にたくないからギャラがのよっていうより自分の生きる使命、時間は多分決まっていて、生かされ死んでどれ人間、あんたも多分全然人間、見くびり気づきゃ遅すぎ、俺らアッサジ乗りこなすバギー、死んでからもなお生きる。日本語ラップと手塚治虫。手塚作品は現代の日本語ラップにも多大な影響を与えています。ソウルスクリームはブッダからインスパイアを受け、7つの敵、7つの味方を制作しました。ラルフはフェイタリティにて公開処刑のリリックを引用して、自分の声の重みを知れ、もう一度手塚治虫から読めとラップしています。ハンニャは国際バージョンにて読み直せ治虫手塚を、 DO は東京にて手塚治虫読み直せ3回はとラップしています。このように若手からベテランまで幅広く手塚治虫の影響を垣間見れます。そしてラルフ、ハンニャ、DO ともに一度は手塚治虫を読んでる前提になっていることから、手塚作品が生きる上で必読であることがわかります。